武藤博七10月18日帯は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党経済産業部会長、経済産業副大臣県内各府副大臣、外務副大臣、総務大臣政務官、衆議院農林水産委員長などを歴任。 2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙で民主党の前職の園田康博を破り当選。2008年4月には無派閥から麻生派入りした。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙で落選。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙で国政復帰を果たす。2014年9月第2次。 安倍改造内閣で総務大臣政務官に就任。同年12月の第47回衆議院議員総選挙で参戦。2015年10月、第3次安倍第1次改造内閣で外務副大臣に就任。2017年8月、第3次安倍第3次改造内閣で経済産業副大臣県内閣府副大臣に就任。 直後に行われた第48回衆議院議員総選挙で4選。2018年10月、衆議院農林水産委員長に就任。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で5選。ありがとうございます。